を企画「ウエスト・コースト・ロック」の影のヒーロー J.D. サウザーの名曲の数々に浸ろう。 ファン特にアメリカンロックのファンにとっては本当に本当に悲しいニュースが先日つい先日飛び込んできましたイーグルスやリンダ・ロンシュタットとのコラボレーションで知られるシンガーソングライター J.D. サウザーという人が78歳で亡くなられましたこの人ね現役バリバリでライブ活動をやっていた最中での訃報なので これはちょっとね、びっくりしましたね。本当にこの人の作る曲、そして彼の歌声が大好きなので、僕としても非常に、えー、悲しい気持ちです。 おそらくこの JD サウザーという人の名前を最も有名にしたのは一連のイーグルスとのコラボレーションですね。例えば h e a r t クト k e Tonight とか Best of My Love、New Kid in Town といったイーグルスの大ヒット曲の数々をイーグルスのメンバーたちと共に共作してバックコーラスとしてもレコーディングにたくさん参加している人です。ただこの人はイーグルスのメンバーというわけではありません。なのでもう一人のイーグルスなんて呼ばれることもあるくらいイーグルス とは深い関わりを持っていたシンガーソングライターですねで、僕ね実はねこのアメリカンロック特に西海岸のロック大好きですけどイーグルスそのものは そんんななに取り立てて好きといいうわけではないんではすよまあそんな話もね、以前この音楽コラムでしたことがあって、イーグルスってこのいわゆるアメリカンロックの、特にウエストコーストロックの象徴みたいに、えー、思われてるバンドの割になぜかアメリカの香りがね、なんか漂ってこないっていうか、ちょっとまあ言い方あるかもしれないけど、嘘臭いんだよなっていうようなイメージがあってですね、それがなぜなのかなんていう話もこのコラムでしたことがありますけれども、例外的に J.D. サウザーが書いてるイーグルスの曲は僕大好きなんですよ。なんかねこの J.D. サウザーという人はアメリカ郊外の住宅街を舞台にした若者の恋愛模様を曲にするのが異常に まあ要はアメリカングラフィティとかああなんかあとはそうだなフォレストガンプの前半部分とかで出てくるようなアメリカの郊外の街ああいう情景がうもうなんか 頭にこう浮かんでくるようなね風景が見えてくるような歌を書くんですよねでオールディーズっぽい昔懐かしのね優しいメロディーに乗せてそういうなんか映画みたいな歌詞を書くのが本当に上手な人で、えー、その代表例をね早速1曲かけたいと思いますイーグルスの大ヒット曲でニューキット ニューキッドインタウンという曲ですね。かの大名版、ホテルカルフォルニアの a 面2曲目ですね。ホテルカルフォルニアの直後に収録されているので、まあ多くのロックファンにはおなじみの曲だと思います。何がすごいって、このニューキッ i インタ w ンって歌詞がね、 本当にすごいんですよ。ニューキッドインタウンっていうのはそのタイトル通り街にやってきた新しいやつ。まあニューフェイスっていう意味ですけど、街に引っ越してきて、街に引っ越してきたばかりの新入りですね。最初のうちはチヤホヤ、みんなにチヤホヤされるけど、またそのうち別の こののの新入入りが入っっっててくるととみんなの興味はいつににかそっちに移ってしまうとお前も越してきたばかりの頃はちやほやされてたもんだけどもお前が調子に乗ってフラフラしてるうちに今やお前の彼女もその新しい方の新入りに夢中だぜっていうなんかすごい切ないねあの小さな町の情景というか若者の何気ない人間模様を切り取ったストーリーなんですが これがね、音楽業界の状況も表している歌というふうに言われていて、まあリスナーの興味っていうのは常にね、新しく出てくるニューカマーに、えー、持っていかれちゃうっていうところがあって、新しい若いアーティストがどんどん出てくるとあっという間に忘れ去られちゃうっていう様子を歌にしたものだとも言われています。まあいずれにせよアメリカングラフィティ的な世界観を一曲のポップソングで表現するっていう彼のお家芸を 堪能でできる1曲です本当はアナログレコードで書けたかったんですが僕が持ってるねイーグルスのホテルカリフォルニアちょっと状態が悪くてノイズが出るんで泣、えー、く泣くあれで音源で書けデータで書けますイーグルスでニューキッド・イン・タウン お送りしているのは、イーグルスの大名版、ホテルカリフォルニアの英面2曲目ですね。J.D. サウザーが共作している、ニューキッ i イン・タウンという曲でした。この曲は、まあその音楽業界の移り変わりという意味では、ホールオーツに向けて書かれたものという説もあるみたいですね。 まあとにかくメロディーの持つ普遍性というかこういうオールディーズ長く愛されるメロディーを書くのが非常にうまかった人ですねニューキッド・インター・タウンイーグルスの曲はイーグルスのメンバーも曲を一緒に書いてますのでどこからどこまでが J.D. サウザー武士かというのは分かりづらいところもあるかもしれませんがこの曲はまあ非常に J.D. サウザーがメインのソングライターだったんだなという感じがします。 さあ、えー、このアメリカングラフィティ路線で決して忘れてはいけない彼の作品というのが、もう僕の大好きなジェームス・テーラーとのデュエット作品ですね。81年のハー r ウン w 2という曲です。これはこの番組で金曜ボイスログでデュエット特集をやった時に僕がチョイスしてかけた曲でもあります。 この曲も歌詞がすごいんですよ。歌詞の内容としてはね、男性と別れたばかりの、離婚したばかりの女性がいて、小さい町が、その自分が住んでる小さい町が自分の離婚の噂話で持ちきりになってしまっているのを気に病んで、人間不審になって家に引きこもっちゃうんですね。でも歌の主人公の男性は実はそんな彼女に一人ひそかに思いを寄せているという、 まあ、切ない歌詞なんですよ。この曲はね、僕、ジェームス・テイラーの数ある曲の中でも、まあ、最も好きな曲の一つですね。ちょっと自分にとっては特別な曲です。この曲はアナログでかけましょう。アナログで聞くのがまたいい音なんだ。二人の歌声の混ざり具合が最高。そしてリック・マロッタのドラムも最高。ということで、お聴きいただきましょう。ジェームス・テイラー &JD ・サウザーで、ハート t ウン n お送りしているのはジェームス・テイラー &J.D. サウザーのデュエットで「ハータウン・トゥー」という曲でした。 いやー本当に2人の声の相性が最高なんだよなこの JD サウザーって他のアーティストに曲を書いたりあるいはバックコーラスとしてレコーディングに参加したり結構ね裏方の職人さんみたいな意味でウエスト・コーストロックの重要人物として挙げられる名前をよく挙げられるんですけど僕はもうとにかくこの人のなんだろうなハスキーでそれでいて優しくて憂いのある歌声が大好きで まあこの今一緒に歌ってるジェームス・テーラーそしてケニー・ランキンという人もいるんですけどと並んで僕にとっての三大男性ボーカリストだなっていう感じそんなわけで彼の歌声を皆さんにご堪能いただくために彼のソロ作品の中からも一曲かけたいと思いますなんせ名ソングライターですからいい曲たくさんあるんですけど僕が一番好きな曲っていうのはね 彼の、えー、代表作であるアルバム You Are Only Lonely に収録されている曲でホワイトリズムブルースという曲です。この歌もね、とにかく歌詞がすごい。あのー、どんな歌かというとあなたが私のものにならないなら抱きしめてほしいなんて思わない。私が欲しいのは黒いバラ、そして白いリズムブルース、そして私を気にかけてくれる人。 まあそういう歌なんですがこの黒いバラそして白いリズムブルースっていうのがどういう意味かっていうとバラって普通赤とか白とかじゃないですかまあ今ひいろいろね品種改良が進んでいろんな色あると思いますけど基本的に黒いバラなんて存在しないわけですよそしてリズムブルースっていうのは本来黒人の音楽でしかももし色で例えるならやっぱりブルーなわけですね白い真っ白なリズムブルースなんて存在しないとつまり、えー、黒いバラも白いバラも 白いリズムブルースももありええなないいいののを欲しがってるととうことの例えなんですね私が落ち込んでる時に気にかけてくれる人っていうのが黒いバラとか白いリズムブルースと同じくらいにありえないものというふうに歌っているすごい切ない歌でまあこれはあれかない許されざる恋の歌なのかなという感じもしますけど、まあ、何にせよねありえないものの例えとして「白いリズムブルース」って歌っちゃうその言葉のセンスがすごいなと思いますね。まあ、この5時 理性あんまりこの白とか黒とかっていうのがちょっと避けたいところだったりはするっていうのはあるんですけどただこれは逆に言うと J.D. サウザーのブラックミュージックへのリスペクトっていうのがすごく滲んでるワードチョイスだと思うんですよ。ありえないものの例えとしてまあこの白いリズムブルースっていう風に歌うっていうのは、まあ、白人ミュージシャンとしてロックをやってることについてのこの何ていうか自虐にも感じるしブラックミュージックへの深いリスペクトを感じる表現だと僕は思うん んですよねそして何といっても「黒いバラ」っていうキーワードとの対比もすごいし本当にすごい詩人だなというこのたった一言で感動しますねということでメロディーもねこの曲は本当に素晴らしいです J.D. サウザーの素晴らしい歌声もご堪能いただければと思いますこれもアナログ版でかけましょう J.D. サウザーでホワイトリズムブルースお送りしているのは J.D. サウザーの大名盤代表 代表的なアルバムですね「You Are Only Lonely」というアルバムに収録されている「ホワイトリズムブルース」という曲でした。これねハーーモニーをつけてる歌手が あのエヴァリーブラザーズのフィル・エヴァリーですね、がハモリ役で登場、ゲスト出演してますね。こういう曲調でまたエヴァリーブラザーズを召喚するっていうのもすごくいい趣味だなって思います。それと今、レコードのク呉しと見てて思ったのが、これ、この曲もドラムがリック・マロッタでね、ワディ・ワクテルがギター弾いてたり、要はリンダ・ロンシュタットバンドがそのままバックをやってるという、そう、リンダ・ロンシュタットの元彼でもあるんですよね、J.D. サウザーはね。本当に素晴らしいアーティストがあのしかも現役 でバリバリでライブ活動やってたのになくなってしまったという非常に残念なニュースでした、えー、過去の音楽コラム番組公式 YouTube やポッドキャストでも配信してますのでぜひともチェックしてみてください